どうも TQQ です。開発者ブログでシーズン8の情報が公開、早速紹介していきます。アルティメットチャージの引き継ぎについての仕様変更。ヒーロー変更時に引き継がれるアルティメットのチャージ量が 25% から 15% に減少。後出しじゃんけん、カウンターが有利すぎる問題ですね。ただ運営は 25% の方が望ましいと思ってるけど、これでどうなるか試したいみたいな感じなんかな。ほんでこっからはヒーローの調整。ドゥームフィスト、メテオストライクの空中にいる間毎秒75回復。ほんでコストの増加。回避技として使ってる場面が残念、なんで回復できるように変更、代わりにコストを増加するっていう感じらしい。これ結構強いんじゃないかな。ラマットラは通常時のメイン攻撃、弾のサイズをわずかに拡大でダメージの微増。通常時のヘルスは HP100 をアーマーへ変更。通常状態での存在感がなかったため調整されるようです。これは嬉しいですね。ウィンストンはメイン攻撃、アーマーのダメージ軽減を無視する仕様に。アーマーのダメージ軽減 30% を無視して攻撃できるようになります。これは新しい試みですね。トレーサー、メイン攻撃、ダメージが 5.5 から6に増加。ダメージ 5.5 やったんはバグ調整のためやったみたい。バグは修正済みなんで6に戻すっていう感じらしいです。ソンブラは EMP アビリティ使用負荷の時間を 1.5 秒から3秒、ダメージが最大 HP の 30% から 25% になります。アルティメットが想定以上に弱いため調整されたみたいです。3秒って結構厄介なんじゃないかな。でソルジャーはバイオテックフィールド、クールタイムが15秒から18秒、自己回復持ちで倒すのが難しいってことで反撃の機会を増やすための調整みたいです。ライフウィーバーのグリップと同じぐらい CT が長いです。辛そう。ブリギッテはウィップショット、ダメージが80から70に減少。前回パッチ以降最高のパフォーマンスを発揮、本来の立ち位置に戻すための調整みたいです。バティストはメイン攻撃の弾数を45発から36発、こちらは火力のバランスを取る調整みたいです。9発減少ってちょっと痛そうですよね。でマウガも大規模なバランス調整を実施予定らしくて、これも楽しみです。ロードホックはリワークされた後勝率が 54% になったらしい。現在の段階でも高パフォーマンスのようなんで調整予定はないみたいです。あとクイックの途中抜け問題、前回の調整で放棄率は大幅に低下、今後もこれ調整していく予定らしいです。内容はこんな感じ。マウガはかなりやってて楽しかったんで、メタになったら嬉しいですね。ということでここからはプレイ動画。砂マップでキャスディをやってます。ちょっと血迷ってるか。ウィドウで抜きまくりが楽しい試合でした。よかったらご覧ください。うわ、ザリアめっちゃロー。ハムネよう頭入れたな、それ。ソジョイン、クロー。ファイフショルダー。バトム、バトム、バトム、バトム。I'm going with mine too. You just got the. Probably has Zarya. I can Zarya push Zarya? I grabbed it. Have overclock. Sorry, we have overclock. I have nano. Ready for this? Why could a soldier on the side stairs? Zarya's under. Zarya in the. Why? I don't know, see both sides. Oh, mercy one, literally one.
ソジョンロー keep pushing it. 頑張れ絶対勝てよっしゃNice. Going up on the widow. They're resing. She's the one gonna res on the tank. No seek. Oh, they got a widow too. Can't see you, Rubit. Oh, this ends now. Oh. This end. Meow. おいおいおい、勘良すぎやろこの人。リチャージ中。え、俺テコテコ言うてる。あ、お前大変。Okay, I'm going in top left, so I get to stop res. Oh no. Push that, push that. Where's that widow at? Zarya behind you. Push widow in and mercy. I got nano coming up.Oh, watch I need that this. Grab, watch that grab. Let me get my guy. Oh, I got it! Woo! I got nano. Left side, left side. I can't res. Be in place where I can see you, Soul Drone. I'm 90%. You're gonna go left side.Oh, get it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 . Aritha, 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 Aritha. Very nice.おーめっちゃー Get time, let's go. パコン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 行ったったやねん。ほんでソンブラよけのキャスディ出しちゃい。Have Zarya's soldier, Ana.I'll see. Ah, bune. Ore, widow de yokatta. I guess I'm carting a bit. 3, 2, 1. I'll see. Reloading. Sorry.The red zone, the red zone, 25 seconds. Ah, God, also, okay, going in. Hey, look at Zarya, Zarya in. I'm going on the mercy. Oh, what's the game? Ah, 無理か これ Cassidy 意外に分からん当たれば強いだけ Let's see. そのソジャンのが強いな、多分そうやったら当たれば強い理論でいくならば Zarya in.Zarya. I'm going in with the mines, fuck it. Zarya, he's dead. Soldier, don't tamatte nai? Toosugi, toosugi, Anna, mo. Mugen ni atama de mo, hora, hora. Atama haitten mo. Demo, damage 2.2か3どっちか Yeah, that's my bad. Our crew's trying to do a sneaky dead eye. This is Zarya, this is Zarya, I'm getting out. Oh, that's good. I'm getting res too. Yeah, but it's soldier right side, please. I'm on the soldier, summoning him. He's on the right side, he's on the visor. Oh, aka! ダメダメダメ。なんか、もうちょい壁使った方がいいんかな。被弾が多い気がする。Mercy low, mercy low, mercy low. いや、使ってるけど Going in. なんかヘリックスが飛んでる。あとはこれ、あとはこれ、こういうの、こういうの、こういうの。いや、Mercy。まだあの、これ。He's dead.ナイスなの。エナロー、エナロー。うわ、もうえぐい、それは。おお。ちょっと、なんだ、ちょっと、あ、どうした。ああ、もう。オーザーがすごい。
オーダーがすごい。Push his Zarya then. Is that Zarya? これウルトいらんな。お、俺が寝たんかい。ナノソジョンとか来るんかな。おい、ケツ見せんな。けど別に。マーシのケツならば。うわーごめー、うわでっかそれ。あー、ナイスー、よかったー。ソジョンなんや、ナノソジョン。これで終わりよ。もう無我夢中やったこの時。何が起こってるかわからん。マーシーのお尻見えてハッとしたわ。冷静にやればいいって。ということで今回の動画はここまでです。この動画良かったと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃねっ。